就是他们这两重的。こんにちは、アゲハ先輩。こんにちは。チーズ。いやー、家にいると店の手伝いやらされるから逃げてきちゃった。課題を一緒にやるって言って出てきたから。アゲハ、待機区。しかし、なんですな。みんなが学校行ってる時に家にいると、時の流れがゆったりだよね。看就知道アゲハ被禁足了，因为他偷那个滑翔机。大家都被禁足了。被停学。悪い子になったみたいで。なんで私まで。部員じゃないのに。夜也被連坐。除了夜路。おとりから連絡は？爽爆了，暑假延长。さあ、なんだかね。私たちもやります。私はもう終わらせたけど、ここにいても暑いだけだから付き合うわ。あいよー。我们飞行成灰是傻小啦，我越过成灰了。这边翻译又出爆了，干，这天空形成的云彩回廊，在那个如同奇迹一般的所在的地方啊。随着朝阳升起的云彩回廊，就和光线一样。啊，算了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 。おかえりなさい、二人とも。ただいま。朝、夜、みんな。大家どれな。すごかった。私感動しちゃった。私もゆかさん、ファンとても綺麗だった。大家在哪里啊？大家在这里啊。哦，他们在这边降落。お疲れさん、お疲れ様。やった、イエーイ。お兄、かっこよかったよ。やっぱすげえな。今度。あ、乗ってみたい。見せてもらったわ、水瀬君。先生方に逆らって、あなたたちを承認した私の目に狂いはなかったね。まあ、もちろんだ。かっこよ、ありがとう。こっちのことだよ。会不会、会不会他就是伊斯卡？没有了。因为伊斯卡的声优啊，之前有出现过。哈哈，悪い悪い、つい癖でな。ルバルル、ルバルル。小鳥。お父さん。すまなかった。空を飛びたいというお前の真剣な気持ち、ひばりと一緒に見ていたよ。お前が飛ぶ姿と、私はお前に。そんなことない。私は怖かったんだ。けどそれは、頑張っている娘を。すまなかった。私こそ、お父さんたちが。いいんだ、お前はもう自分の翼で飛べるね。早く帰。え？だってお母さんが待ってるんです。いいのか、夏休み。ああ、そうしてくれると嬉しい。車を取ってくるよ。ふん、ぶっぱん。お姉ちゃんも。どうだった？ちょっと慣れればどうってこと。ちょっとお父さんとお話ししてくるわね。あ、いた。せよ。ママネちゃん。見てて。ああ、見てたぞ。飛んだよ。ああ、すごく綺麗だった。
私はいいよ。雲の上から下を見るなんて想像しただけで。私じゃない、イスカの夢だ。それにイスカと飛ぶはずだったあのグライダーをあの場所まで運んでくれたんだから。じゃあこれでいいんだね。ああ、ありがとう小鳥。葵くんねえ、あ、ちょっとの間だけ東京。うん、寂しいからって浮気しちゃダメよ。うん、あ、お父さん、いつの間にか小鳥は。そうね。あ、私たちは小鳥を小さなカゴの中に押し込む。え、いつまでも悲しんでばかりはいられないわ。ああ、お父さん、お姉ちゃん、早く帰ろう。え、帰りましょう。ああ、十年之后，学一个学期啊，这么久。おはようございます。好惨啊。おはようございます、ハバネ先輩。おはようございます、小鳥先輩。おはよう、双子シスターズ。今日もよく似てるわね。お寝坊ですか？珍しいですね。体内時計が狂ってるみたいなのよ。低学になって単位落としてるのに。あた、ちょ、もう注意してよね。葵だって嫌です。相変わらず容赦のないベタベタっぷりね。朝から殺意を催しそう。いいと思うな。ごちそうさま。どうぞ。飛ばせ。あ、待って。そして。相変わらずの無茶っぷり、エネルギーが有り余ってるわね。哇，应该是传说了吧？全校的传说，传奇啊！ハバネさんたち、あ、写真みたい。私らも呼んで欲しかった。おはよう。ホゲホ、低学になってば、こないだ見に来てた人の中に、うちの学校ついでに。飛岡先生に逆らって声楽ってのが新鮮で刺激的だったみたいよ。被停止。ようやく時代が私たちに追いついた。ところで部長、なぬ完了、这么多人要加入啊、社团要爆炸了。どうする？いいわ。ほほう、というと社团加那么多人也不能干嘛，就像鲁夫海贼团加一堆垃圾进来。入部資格は空に恋してるかどうか。你看他又在那边耍中二。そんなやつはあんただけ。なんでよ、みんな恋してないの？朱莉也真厉害。因为我觉得社团变这么大，对我来说，对我来说很恐惧啊。因为树大招风啊，人多就会出事啊。そうよね。
これからは今までみたいにシャニムに頑張るって感じじゃなくなるだろうし。飞钢的那个飞钢的走狗啊，混到那血池里面，然后破坏这个花香蛇的铃声。当然这里不会出现了，太超过了。天音ちゃんではなく望月先生。望月先生。新型風車開発プロジェクトの特別。あれ？え？这讲座怎么今天才开始啊？あんたはいつまでも偉そうだな。礼を言われるほどのことでもないわ。あれだけの実績を残した部がなくなるなんて、芸風学園にとって。喪失以外の何。じゃあ天音ちゃん顧問それはもうそれに私も一応大人だから責任は取らないといけない。じゃあ顧問ですね。でも君たちが飛び続く、君たちと何かするのは楽しいからな。じゃあな君たち、さようなら。またね望月先生。ママかな。もうすっかり元気。倒れたって私の顔見た1時間後にはキッチンに立ってご飯つ、まったく人の気も知らないでさ。全部話したわ。でもまあお父さんもひばり姉も加勢してくれて、なんもうちょいかかるかな。そこはバッチリ。何せお父さんがそうモーニンググローリーの奇跡のような光景を見てきっと心が洗われたのね。その代わり私が定期的に帰省することと、几个小时就很远了好不好。それとお父さんがね、彼はなかなか見どころのある若者だって。お母さんも会ってみたいって言ってた。きっと気に入ると思うわ。葵この間この自転車に乗って超かっこよかった。しびれるくらい私の王子様また好きになっちゃったわ。あんまりかっこいいから。え、いやダメ、企業秘密。何かの手違いじゃない。じゃあ会えない間に。見てないんだ。見てない。やっぱり好き。じゃあ見てない。なんで即答できないわけ。見てない。私に恋焦がれてなかったんでしょ。ポテピピコ本当に見た。どんな夢、それだけ。分かった。おい嬉しくて私も同じ、私も幸せ。ずっと好きでいてくれる。私もQuack quack.
我是不是第一次看到帽子站在地上？ハット、行くよ。それ。それ。気持ちよさそう。ね、葵、サイに気づいてくれないんじゃないかって思ってた。其实他们都已经这么久没有飞滑翔机了，也太久了吧，一个学期了。本当はあんなサイン出すつもりなかったんだけど、けど気がついたら他に飛行機を追ってお姉ちゃんに渡してた。葵が気づいてくれたおかげでモーニンググローリーを飛ぶことができた。其实一开始葵是没有注意到，是阿玛内天音学姐拿着那个。纸飞机回来，我才想到。もし葵がいなかったら、多分空を見上げることもきっと。そしてそのうち見上げる。でも、ま、他の普通の人たちよりも、うん。それでね、実はね。実はね。もう一つ。お話ししなきゃいけないことがあるの。なんかね、見つかったらしいの。手術できる病院が。もしダメだったら確率 0% になっちゃうの。亚美利坚呢？手術を受けるにはアメリカに行かなきゃいけないの。会看到川普。怖いけど、頑張って。私やっぱり葵と手をつないでデートしたいから。两个月之后。手术成功，恢复知觉，算幸运了。但真正的战斗从这刻才开始的。抽牌、复健，要曾经做到现在做不到的，但不是那么容易就屈服。克服了几个月的复健，终于可以撑着拐杖了。身上四年级，他们有二，然后过一年三。然后三之后，三的第二学期之后结束，就是了嘛。那也很快耶，他做完手术，就是隔一个夏天了嘛，就是下一个夏天，接下来的夏天。有，你竟然绕了呀！嗯，condition を見ておこうと思って。看起来不错。ええ、気持ちのいい風が吹いてきたわ。絶好のフライト日和ね。是啊。今夜要飞吧？ええ、一年どもに空を飛ぶことの何たるかを教えてやらないといけないからね。他们是四年级了。後輩らにもちゃんと教えてあげなくちゃ。私らが空に憧れたような熱い気持ちをさ。
よし、いいとこ見せなくちゃ。ランウェイズクリア。ウィンチ、準備完了。準備、OK。よし、行くわよ、小鳥。いいわよ、あげて。天医学界的那个口头里的路线解开，对，口头里解开之后得到成就是那个，他那个叫什么？亮，他以前讲的那个，他形容自己的那个是叫什么？美什么美艳的什么亮亮的，忘记了，因为我以前都是看英文的。好啦，所以这个口头里先给他解开了。然后接下来我看是要走天鹰线还是走阿萨线，等之后再看看，因为我不知道走哪一条比较快。好，那就先这样了。总而言之，我觉得口头里路线的话，这个路线我是觉得还不错啦，尤其是他爸最后终于理解，就是他看到他飞上尘灰之后，他爸终于能理解，就是尤其是他爸说的那句，就是他发现口袋里的翅膀已经太大了，装不在，已经没办法再装进那么小笼子里了。我觉得就是他爸理解到是时候该放手让他去飞了，而且最后。我觉得就是刚才那小段，最后就是口头里他去做手术，虽然那后面就只是一个小小的结尾而已。然后刚才天鹰虽然有提到他，可是我还是有点期待天鹰出来搞一下笑，结果没有。不过应该算圆满了吧？这手术也成功了，成功也达到了。我觉得就这个路线来说，应该是还挺不错的。因为接下来伊斯卡的那个谜团还没解开，所以还要去看接下来的几个路线。那这集就先到这边。如果有大家有任何想法或者是意见，欢迎在下面留言。然后敬请期待下一集，拜拜。